鍵屋の知事の決闘。鍵屋の知事の決闘は、寛永十一年十一月七日、六百三十四年十二月二十六日に、渡辺一馬と、荒木又衛門が一馬の弟の仇である、河井又五郎を、伊賀国上野の鍵屋の知事で討った事件。伊賀越の仇討ちとも言う。蘇我兄弟の仇討ちと阿公老氏の討ち入りに並ぶ日本、三大仇討ちの一つ。また、 ソガ兄弟の仇討ちに代わって浄瑠璃坂の仇討ちを、加えて、江戸三大アダウ取ることもある。寛永七年、1六百三十年七月十一日、岡山藩主、池田忠夫が長愛する故障の渡辺玄太夫に、藩主、河合又五郎が横連母して、関係を迫るが、拒絶されたため又五郎は逆上して、玄太夫を殺害してしまった。又五郎は脱藩して、 江戸へ区転、旗本の安藤自衛門聖鎮にかくまわれた。激怒した忠雄は幕府にまた五郎の引き渡しを要求するが、安藤自衛門は旗本仲間と結集して、これを拒否し、戸様大名と旗本のメンツをかけた争いに発展してしまう。寛永九年、1632年、忠雄が放送のため休止した。よほど無念だったのか。 死に望んでまたごろを撃つ、よう遺言する。この三仲中が家督を継ぎ、池田家は稲葉国鳥取へ国替えとなる。幕府は喧嘩料成敗として事件の幕引きを狙い、旗本たちの謹慎とまたごろの江戸追放を決定する。しかし、現代の兄、渡辺一馬は仇討ちをせざるを得ない立場に追い込まれた。戦国時代よりの仇討ちの習いとしては、兄が弟の 父ソが、子孫の、子君が、廃下の仇を討つことは異例なことであったが、子君、忠タの遺言による、上位討ちの内容を含んでいた。カズマは国替えに従わず、仇討ちのために脱藩する。剣術が未熟なカズマは、姉婿の氷山藩剣術指南役、荒木又衛門に助立を依頼する。カズマと又衛門は、又五郎の行方を探し回り、寛永十一年。 1634年11月に、又五郎が、奈良の旧氷山藩士の屋敷に潜伏していることを突き止める。又五郎は、危険を察し、再び江戸へ逃れようとする。カ馬と又右衛門は又五郎が、伊賀路を通り、江戸へ向かうことを知り、道中の鍵屋の辻で待ち伏せすることにした。又五郎一行は、又五郎の叔父で、元氷山藩剣術指南役、河合神左衛門。 妹婿で、槍の名人の桜井半兵衛などが護衛につき、総勢11人に達した。町伏せ側は、一馬と又江門それに、門邸の岩本孫江門、河井武志江門の4人。11月7日、早朝、町伏せを知らず、鍵屋の知事を通行する、又五郎一行に、一馬、又江門らが切り込み、決闘が始まる。孫江門とブ江門が、 馬上の桜井半兵衛と槍持ちに切りつけ、半兵衛に槍が渡らないようにした。又右衛門は馬上の河合神左衛門の足を切り、落馬したところを切り伏せた。ついで、又右衛門は孫右衛門と武衛門が相手をしていた桜井半兵衛を打ち倒す。この時武衛門が切られて命を落としている。頼みとしていた河合神左衛門、桜井半兵衛が打ち取られたことで、 マタゴロ側の多くは繊維を喪失し、逃げ出してしまった。逃げ遅れたマタゴロは、カズマ、マタエモンらに取り囲まれた。マタゴロを倒すのは、カズマの役目で、この二人は剣術に慣れておらず、延々5時間も切り合い、やっとカズマがマタゴロに傷を負わせたところで、マタエモンがとどめを刺した。俗に、マタエモンの三十六人斬りと言われるが、実際に、マタエモンが切ったのは二人である。 また、決闘地の領主である、蘇藩東道家が、また五郎一行の情報を提供したり、兵を密かに配置し、決闘が始まると周囲を封鎖し、また五郎の闘争を阻止するなど、カズマ、えも門らを支援していたとも言われる。支援の理由はこの事件を、戸様大名と直参旗本との争いとみなしたためとみられる。見事、本会を遂げたカズマと又江門は、 世間の字幕を集めた。特に実質仇討ちを主導した荒木又右衛門は称賛を浴びた。一馬と又右衛門、孫右衛門は伊賀上野の東道家に4年間も預けられ、この間、又右衛門を鳥取藩が引き取るか九州の郡山藩が引き取るかで紛糾する。結局、三人は鳥取藩が引き取ることになった。関英15年。 1638年8月13日、3人は鳥取に到着するが、その17日後に鳥取藩は又江門の死去を公表した。又江門の死があまりに突然なため、毒殺説、生存員特説など様々な憶測がなされている。又江門が藩兵を倒した時、逆上した河合川の小物が又江門の背後から木刀で打ちかかってきた。 またえもんは腰に一撃を受けたとも言われ、さらに打ちかかるところを振り向いて、刀で受けが、刀身が折れてしまった。この刀は、伊賀守る金道とも、伊泉守る金道とも言われる。どちらも、慶長以降に作刀された神刀である。事件後に、東道家に預けられている際、東道家の家臣で当日の新影流を収め、隣流を起こした、隣近き世は、 大切な場合に折れやすい浸透を用いるとは、不心得であると批評したという。これを聞いたまたえもんは、不覚を悟り、官営十二年、1635年10月24日、カ馬を伴って、都並に入門した。入門の時に書いた聖子が現存している。現在は、鍵屋の辻石跡公園となっている。園内には、 荒木又絵門の遺品や西木絵などを展示した伊賀越資料館や和間茶屋などがある。このあだうちは江戸時代から歌舞伎、浄瑠璃、講談などの題材となり大衆の人気を集めた。近現代になってからも映画、テレビドラマ、時代小説などで数多く題材として取り上げられている。荒木又絵門を主人公としタイトルに掲げた映画の一覧である。 長谷川信、山手木一郎、岡本喜道の小説を原作に持つものもある。日本映画データベースを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。